水晶岳は、富山市南東部に位置する標高2986メートルの飛田山脈の山である。山域は、中部山岳国立公園に指定され、日本百名山に選定されている。別名は、黒岳。黒部川源流部での最高峰及び、富山市の最高地点である。標高三千メートル未満の山としては、百九十九メートルの、 剣岳に次ぐ高さの山である。山頂は切り立った岩の掃除法で、山東三角点のある北方は2977.7メートル、測定点である南方は2986メートルである。東斜面にはすり鉢状の建国地形がある。山の上部は森林限界の廃末帯で、山頂の岩場からは飛田山脈の大部分の山を見渡すことができる。 南西に黒辺五郎岳の建国地形を正面から望むことができ、北側に赤牛岳の赤い岩肌を望むことができる。山の上部で水晶が採取されることが三名の由来であり、山肌が黒いことが別名の由来である。水晶小屋があるピークの山は山肌が赤いことから赤岳と呼ばれることがある。戦国時代末期以後の加賀藩政時代より奥山周りが 毎年のように山頂を踏み、重走して、これを記録に書き留め、詳細な地図まで作成していた。小地図や小記録には、水晶岳、六方石山、中岳県、中剣岳などの名前で記されていた。六方石は水晶の異名であり、中岳は南隣の赤岳の古名である。奥山周りの石黒信用氏の、 三州測量図籍という1835年の記録には中岳県という名で、その位置、方向、山陽まで詳細に記録されていた。1907年夏、志村雨霊は北アルプスの最大地、黒部川原流域の人石未踏の三山を求め、高瀬渓谷から江干し岳に登り、現在のいわゆる裏銀座コースを重走して和柴岳に至った。その時の気候文、 日本アルプス重装機が当時の山岳雑誌、山岳の関東を飾った。その中で、志村雨霊は、これは破天荒の宗挙、未曽有の宗挙、誰か、その一部たりとも、日本アルプスの春霊を、その三両に添い振って、重装せし者ありやと書いた。推奨だけでは、通行、優位、日本アルプス中まに見る高さは芝に譲らず、 黒部川の水源をなすところの一霊峰を発見、同伴の新州の妊婦、類蔵もその名を知らず、地図を探るも、いずれも実際に適せるものなしとして、後日研究の結果、黒岳と命名と記した。加藤文太郎が、重曹寺に登頂して、その記録で、山らしい山と記した。長野県側の高瀬ダムより入山し、 やりがたけと至る裏銀座重装コースの一部として踏まれることが多い。黒べこから読売振動の赤牛だけを経て登ることもできる。ふもとから登る場合一般的に2泊3日の工程が必要となり、他の飛田山脈の山域と比べると登山者は少ないと言える。北アルプスの主要線から外れた位置にあるため立ち寄りにくい山であったが、百名山ブームの影響もあり、 訪れる訪問者が増えている。各方面から以下のような登場ルートがある。1956年9月に開設された湯又温泉から三股山荘までの伊藤振動は荒廃して通行困難となっている。最寄りの山小屋は1933年に開設された水晶小屋である。山頂から南東方向へ所要時間30分程度の赤岳付近にある。 2017年現在、周辺にキャンプ場の指定地はなく、三つ俣山荘か雲の平らぬ爆栄地を利用することとなる。飛田山脈の主稜線にある水晶小屋から北側に派生した尾根城に位置する。北側には温泉沢の塔と呼ばれるピークがあり、その北西の温泉沢からは温泉が湧き出し、その源泉を利用した高間ヶ原温泉がある。 山頂から西北西 1.3km の高間が原湿原のある位置に水晶池がある。黒部川源流部と水晶岳一家の源流となる河川は日本海へ流れる。ありがとうございます。